はい、ヒップスチャンネルの時間です。はい美とリラックスの隠れ家、美容室と太鼓式マッサージ、美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス。普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです。電話番号は0988973995です。ギノワン H.I.P.S. で検索してみてください。 この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは七九七アットマーク。F. M. ギノワンドットコム。また、F. M. ギノワンではユーストリームツイキャスで。映像と音声をネット配信しています。F. M. ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリ F. M. T. で。 聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノアホームページに再生ボタンがあります。完全全編集同時放送をお楽しみいただけます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。今日はあのゆきさんの代わりに、はい、<laughs> 初めてよろしくお願いします。ますお名前なんでした。ごめんゆかりと申します。ゆかりさんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。 えっとこの間先週ですねこのあの放送が終わってから私講習会があったんですよ、はい、で講習会行ってきたんですけどそれが頭皮科学勉強会ってちょっと難しいようなあの <laughs> 頭皮のお勉強しに行ってきました、はい、でちょっとそのお話ししようかなと思っては,はい。なんかあのー 私もヘッドスパとかいろいろやっていて頭皮のなんか質問とかがすごく多くて、はい、あの油症だったりカサカサしてたりまた抜け毛とか薄毛とかそういうのですごい悩んでるっていう方が結構いらっしゃるんですよね。はい、でこの、あのあ、ー 悩んでる方たちに何でこんな風にあに髪の毛が抜けてくるのかとか細くなってくるのかとかいう話をよく聞かれるんですけども髪の毛1つ,つではないんですよねこの,あのトラブルっていうのいろいろあのやっぱストレスもあるでしょうし。 なんか血流だったりリンパだったりホルモンバランスまあ自律神経とかいろいろ言われていてそんなにいっぱいあるんです、ね。い,いあ,す <laughs> あのだからこれっていうのがちょっと言えなくてあのあ<ー>なんかそういうお勉強でしたあもう一つじゃないっていう感じでじゃあ一人の方でその例えば症状があってでもその症状に対するその原因っていうのは一つじゃなくて複数含まれていることなんです。その場合もあるし、うん、あのこの方はあのリンパの流れが良くなかったりこの方 ホルモンバランスが良くなかったり<ー>その人その人でちょっと違うって感じなんですけどそ,、ね、そうですね変わってきますねあの変わってくる場合もあるしなんか見た目はあんまり同じなんですけどその原因は違ってたりしますね。 よく言われてるのはやっぱり、ね、女性も年齢が行ってきたらなんかほら髪の毛が薄くなってきたって前はすごい多かったのにとかよく聞くじゃないですか、はい、私もなんか最近髪の毛がよくシャワーとかしてたら抜けていくんですよっえめっちゃ多そうだけど <laughs> <laughs> <や>見た目すごいすごい多いんですけど、ね、それでも抜けていくんですよこれは長いからじゃなくてですか長いとほら一本抜けてもなんかムニュムニュっていっぱいあるじゃないですかそういうことなんですかね <laughs> <laughs> なんか多分それもあるかなと思います。うん、いっぱいあの抜けてまたいっぱい生え変えるっていう感じの時はいいんですけど <laughs>、はい、まあどんどん抜けてもう当にあにちょっと薄毛になってきたっていうのもあってですね、うん、そういうのはすごいちょっと悩みになるんですけどもまた円形脱毛症であったりストレスでもとってもあの髪が抜けてしまったりする場合もいっぱいあるんですよ。こ <laughs>、はいね、これで、ね、の,の治療法なんですけど いろんんななやっっぱり治療法があってですねなんか病院にお医者さんに行きましょうとかあるじゃないですかあ,ありますね、はい、確かにもう本当にお医者様は素晴らしくていろんなことをやっていただけるんですけども、うんはい、やっぱりその中でなんか女性ホルモンとか,なんかやってもらう場合もあるんですよ、うん、女性ホルモンの治療。はい、やっぱりあの副作用とかもありましてやっぱ女性ホルモンってなんか投与したらやっぱ太ったり。あ また違うところに症状が出そしてなんかあの、まあ、いろんな治療法があるみたいなんですけど、はい、なんか私はびっくりしたのはちょっと髪をなんかあ髪っていうか地肌をちょっとかぶれさせてあのじあ免疫免疫自分の免疫が自分を、はい、あのいじめるっていうやあの方もいらっしゃるんですよ免疫疾患みたいなあのあ<ー>それで髪が抜けてしまったっていう場合もあって、うん、その場合はなんかあのか なんかかぶれさせる、じ、あ、なんか頭皮をかぶれさせて。そのめい、その免疫がそっちの方に行ってる間に、髪をはえ、生やす。そんな、<ー>そんな方法もあるみたいですよ。そのかぶれさせたところっていうのは治るんですかね。 あまた違う方法でっていうことです。えと思ってなんかすごい痛いじゃんと思うん <laughs> そうですよなんか聞いてたら、うん、なんかかわいそうだなと思ってまあでもいろんな治療法があるみたいですよ。<laughs> でまあ美容室でやれることっていうのは <laughs>、はい、やっぱりあの。 私らなんかでも、あのー、なんかヘッドスパやってるようにやっぱり血液の循環を良くしたりリラックスさせたり、まあ、自律神経ですよね自律神経のツボとかも頭にいっぱいあるので、はい、そこを押してあげたりそんな感じかなーって感じなんですけどもなかなかねあの、まあ、アルマ効果とかも案外あのよくって鼻から入ってなんか自律神経に作用するみたいですよ。 じゃあそのアロマも、はい、ああの頭皮にもすごいいいっていうことなんですね。頭皮っていうかなんかストレスのストレスで緊張して張り詰めた神経を落ち着かせるために脳,脳に指令を出すあ。じゃあもうそのいろんなものがいろんなところに影響を与えてるってことですね。え、はい、と思ったんですけど <laughs> なかなかねなんかいろいろ難しくて。 あれなんですけどもそ先ほどパンフレットをちらって見せていただいたんですけどなんかいろんなことが書いてあってそうですよねなんかあのちょっとなかなかあの、まあ、難しいんですけどでもやっぱりあの、はい、諦めないでねいろいろちょっとあの、うん、調整していくマッサージしたりアロマでリラックスさせたりやっぱり考えてみたらストレスってすごいんだなと思いました。 ストレスの影響っていうのはありますよね、うんそうそう。そういうので、なんかあの頭皮に影響して。うん、なんか髪の毛がちょっと抜けちゃったり、うん、なんか薄毛になったりっていうのも結構あるみたいで。 うんなんか大変ですよね。ストレスって怖いですね<々>。<laughs> そう,そうストレスってなんか病気になったりもするって言うじゃないですか。<laughs> <ん>やっぱりそれも一緒なのかなと思いました。そうですね。うん、いろんなところに影響を与えてるんですねストレス。そうそうだから私なんかもあんまりねあの頭良くないのでいろいろなんかすごい教えてもらってもなかなかあこんな難しいんだなと思っていろいろ勉強になったんですけど。<laughs> はい。でもまあ,あのお客様に私らがやる してあげれることをなんか一生懸命やってあげれたらいいかなと思って思っていますはい <laughs> はいここら辺で一曲いきましょうかねはい,はい。 はいヒップスチャンネルです、えっと、今ねまちゃんと話してたんですけども髪の毛めっちゃ多くてくせ毛でって言って話してたんですよそしてなんかあの昨日お客さんがも,うもっともっと多い人が来ててあそうなんですか,なんか面白かったんですけど面白いっていうか、はい、お母さんと一緒に来られててお母さんもパー待ってたんですけどその間に <laughs> あの娘さん 二十歳の娘さんだったんですけど、はい、カットっていうことでもう超長くてもうびっくりして何,何でこんなに長くしてるのとか言って話してたんですけど短くしたら何かごわってもう余計に広がるから嫌とか言って <laughs> なんかすごい長くしていてでも,もうすごい髪の毛が多くてめちゃめちゃすいたんですけど、うん、もう山のような髪が下に落ちていて。<laughs> これどうすんのって感じでもうお、はいあのー、母さんもびっくりしててこれ何とか言ってもう怖いけどとか言ってもう本当に、あのー、でこれ染めたんですよって全然染まってないんですよねあ<ー>あ染めても全然染まらず真っ黒って感じで量が多くて染まりきってないことですか染まりにくいんでしょうね<ー>黒くてまあ自分で染めたかもしれないんですけどす自分でっていうのまたやりづらいですね で薬もね何本使うのって感じ、うん、<laughs> してもう大変だなと思って見てたんですけど、うん、すごいなと思ってもう本当にあのー、もう冬なんかもう肺炎になりそうとか言いながら全然乾かないみたいな感じでそ <laughs> そう分かりますそれ、ね、なんかすごかったんですけどでも私が提案したのは案外あのー。はい 結構髪も長いので耳下ぐらいからなんかパーマとか当ててみたらとか言っても癖毛が<ー>その癖毛でごわごわした感じに見えてるので、はい、もうちょっとあの緩めのパーマちょっと。 断密みたいなイメージは断蜜みたいな雰囲気でちょっとかっこよくやったらどうかなと思って思ったんですけどね、うんうん、ちょっとムースもつけたりしてねそしたらウェーブ,をウェーブ感を出して、ね、逆にこの,このパ,ーパーマを当てていますみたいなそう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  <laughs> パーマですよみたいな感じもどうかなと思ってネ、ね、まちゃんにも今話してたんですけど先ほど <laughs> いいアドバイスを頂い,いたんですがい,いいアドバイスかどうか分かんないけどネ <laughs> まちゃんもねなんかあ,のあれって言ってましたよねなんか 髪の毛こんだけ長いから染めてもなんか、はい、じゃ根元から出てくるからねこれもう次にまた染めるのがどうしようみたいな感じとか、ね、出てきたらきっともともとが髪の毛真っ黒なんで<ー>染めても多分すごい上が目立つような気がしてあそうですよね <laughs> でもなんかもうそのままだとちょっと重い感じが多分するので、うん、そうなんですよね、うん、私はちょっとパーマーを勧めましょうかねこ,んあこういう感じの方だと。うん そうしたらなんかあのちょっと結んだ結んでてもかわいいんじゃないですかちょっと下の方がくるくるになってたらなんかいいかなと思います何もしないとなんかただのくせ毛って感じになるから今その状態なんでちょっと何か手入れをしていかないとそうですね女らしくちょっとあのやってみたらどうかしらと思ってねえねえ 顔がちょっとブツブツになったとかいう話をしてたんですけど、そうですね。ね肌が<だ>やっぱりストレスで髪も結構あの、うん、一番思うにはあの何入院とかした、うんうん、して帰ってこられた方とか髪すごいバサバサになったりするんですよ。うん、ああ、やっぱり栄養状態とかなんかマストレスとかうん、うん、いろんなことがやっぱり作用するんでしょうね。そう ですね。うん、ずっともう病院の中でも何日も何日もってなるとそうそうそなんかバサバサになったり。うん、またあの最近多いのはあのダイエット、はい、ダイエットをなんかあの無理やりして髪がバサバサになったりする場合もありますね。ね無理なダイエットっていうことですかね。そうですね無理なダイエットで、うん、まあ無理って言ってどんな風にしてるんだろう？って感じなんですけど。まあ逆に自分の中では思っていなくても体が。 なんかそうですよね、反応してるんでしょうね。うん、かそういうのもあるし、まあ人間の体ってまあ正直というか反応するというか、うん、やだやだみたいな感じで反応するんでしょうね。そうですね。<ー> <laughs> でも動物でもそうですよ。犬うち犬ほら飼ってるって前から言ってるんですけど、はい、この犬があのー。 心臓も悪くて呼吸器官虚奪っていうのになっていてもうおじいちゃんなんですけど、はい、これがなんかあのやっぱり苦しくなったらうちあのお庭がすごいグリーンがいっぱいなんですよ緑,、うん、緑がいっぱいなので外に出てすごいなんかあの休んでるんですよ <laughs> 休んでるっていうかなんかまあ夜、うんうん、ちょっと日が陰て。 で、涼しくなったら外に出て休んで、なんかあの天然の酸素質なのかなと思って。<laughs> かわいいですうん、でもすごい元気になってるんですよ。自分,<ー>自分で直し直して。自分の中でそれが、<laughs> そこがなんかストレス解消の場だったのかもしれなそうなんでしょうね。なんか面白いなーと思って、やっぱりすごい。人間だけじゃないんですね、そういうのって。はい、うん、なんかあのストレス解消はやっぱり自分の中で、 これやったらストレス解消かなっていうのをやった方がいいかもしれないですね,そうですねやっぱりそれって自分でしか見つけられませんもんねなんかストレス解消もいいかもしれない髪のためにもマダーのためにも <laughs> お顔のためにもいいかもしれないですねはい,はいここら辺でワンポイントビューティーですは,ーいはいあのー ワンンポイントビューティーレッスンなんですけどやっぱり腕を最近出すことが多くなってきたのでやっぱりノースリーブ着たいのでうん、うん、ちょっと腕をやりたいと思います。はい、腕はですねあの太もも太も,もはい、いきなり太ももに飛ぶんですけども、えっと、太ももをあのマッサージしたら腕って細くなるんですよ。でで腕がそうなんすよ、えー、膝からあの、はい 足の付け根までをちょっと強めにあの真ん中に骨がありますよね。<あ>真ん中に骨があってああ、はい、そのあの両サイドあ両サイで外側から外側から、はい、あの膝の膝の上ぐらいから細かく細かくあのちょっとつまんで上までまあの足の付け根までちょっと強めにぎゅ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 ってあのやってみてください。 ぎぎゅゅううぎゅうぎゅうって上まで、はい、あのお尻の近くぐらいまでねちょっとやってみてほしいんですよねそれをあの外かと中か両方細かくちょっと強めに押して行ってみてこれ一緒にじゃなくて片方ずつがいいですか そうですね片方ずつ、まあ、両方でもいい,い,いですよ両方でもあのいいですねあの一番大事なのは戻らないってこと膝から下に戻ったらいけない下に戻らない細くしたければ下に戻らないで上に上がりっぱなし <laughs>、はい、膝上からあの足の付け根までを細かく細かく上に上げてくださいこれを、はい、あの細かく細かくや,やるのどれぐらいかな10回ぐらい 10回ぐらいやって頂い,いたら、はい、あの腕の付け根触って頂い,いたら<船>あのこう下からかな下から触った方が分かりやすいかもあのなんていうのかな腕の付け根の,あの脇の下、はい、脇の、うん、脇の下をこう触ったら,<あ>ったらほら振り袖みたいなところがあるじゃないあこ,こ,をこ,ここを腕のの付け根の方をちょっと触って たら分かりやすいと思います。はい、あのもう1回何回かやっていただければ、うんうん、最初あの片方ずつやった方が分かりやすいかも。あ、そうですね。違いをいそうそうそう両方やってしまったらちょっと分かんなくなってしまうので、片方ずつ、はい、あのやっていったらいいと思います。足のあの何膝から足の付け根までを細かく細かく,細かく。 ちょっとつまむ,、はい、つまむ強くつまむ,つまむ感じであの足の付け根まで頑張っていってみる <laughs> これってなぜ腕に影響するんですかこれね <laughs>、はい、あのー、なぜかわかんないんですけど <laughs> でもこれってあのー、なんていうのかなあのー 足がどっかあの怪我したりなんか悪い人に直接足って触れないじゃないですかすごい焦げがとかう、ね、痛いす,もうすごい怪我とかしてるときに触れないじゃないですかそれを反対に腕をマッサージしたり、うん、反対に手をすごい腕をすごい怪我してるときに足をマッサージしたら治ってくるんですよ。へえそうなんですね。はい、これをあの反対に送信の 送信も利用したら本当にそういう風にあのなるんですね。反復っていうか、もうあの人間の体ってやっぱりこんなに繋がってるんだなっていうのをつくづく感じるんですけど、うん、本当に面白い。足の裏でもほら何のツボ？何のツボとかあるじすか？あれとまあ似てるかなと思いますね。<ー>はい、人間の体面白いですよ。あの、もういろんなところをツボを押したら、またあの作用するところがあってですね。うん、あの。 まあ腕の場合は足をやれば、あの<ー>面白いぐらいに細くなると思います。面白いですよ。で、足の太ももも細くなるんですよ。足の太ももも細くなって。ね、もも腕も両方細くなるので、一石二鳥いいいですね。そう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 。<laughs> ね、本当に一石二鳥で。うん、あのとてもあの、まあ。まあ細く、細すぎて困ってる人はちょっとあれなんですけど、<laughs> ちょっとあのぽっちゃりして嫌だなと思う方にはとても。 今から,夏ですから、ね、そうそうそう,う夏だからもうすごい気になる箇所、うん、なんですよそうですね。 だから、あのー、この気になる箇所をちょっとやってみたいかなと思腕を直接するよりは足をやった方が足の方がやりやすいでもあるしあでもそうですねつまんでて腕をやるよりも足の方がやりやすいです足の方がやりやすいし、はい、足,足の疲れも取れやすいですしであの腕の,あの細くもなるしあの疲れっていうのも取れてくるんですよ。でこれはあの別にあの足 膝から上でもいいしあの足首からもうあの足の付け根までずっとやっていただければ足の疲れも取れますし補足もなるのでまあその方がいいかもしれないですよね。うもう皆さんぜひぜひですよ一石二鳥なんで <laughs> そうですね一石二鳥とか一石三鳥ぐらいの効果があると思うのであのやってみていただきたいと思います。美と健康頑張ってあの <laughs> 夏を乗り切りましょう。頑張るぞみたいな感じで。<ー> <laughs> はい。美しくなりましょう。ヒップスチャンネルでした。また来週もよろしくお願いいたします。ますありがとうございました。